はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。本日も挨拶が毎回同じ気がしますが、本日ものんびりやっていきたいと思います。よいしょ。コメントの方でいただきました。ちょっとここがね、そのまんまハーフでないのでハーフにしちゃいましょう。左も1個開けておこうかな。よいしょ。これでいいんだっけ。あ、1個階段を置くと自然だったのかな。よいしょ。ポンポン。うん。あ、でもこっちは置かなくていいか。壁だもんね。こうかな。こうかな。いや、これはない方がいいな。こうですね。まあ、もしくは1本でもいいのかもしれない。それから2枚扉を置いちゃうってのもありですけど。まあ、あんまりね、全部2枚ってのも。良くないので、良くなくはないですけど、見た目的にね、1枚の家と2枚の家と欲しいんで置いていこうかなと思います。なんかちょっと気になる気もしなくでもないけど、今日は整地になるかな。散歩するか。あ、いいね、吠えたね今。いいよそういうの。かわいいな、なんかかわいいな。いるいいな。整地をしていきましょう。ちょっとね、こんにちは。とりあえず荷物をしまっておいてですね、どうしようかな。まあ弓矢もいいかな。これも一応置いておこう。砂、よいしょ。今日はですね、今日もなんかお話ししながら、整地動画なのでお話ししながらやろうかなと思っていますが、こっち側ね、こっち側をちょっとやっていこうかな。あ、その前に見に行きます、街を久々に。よいしょ。あ、いいか。どっかのタイミングでね、バーンって見た方が。いや、まだ発展中だからいいか。一回見に行こう。行くか、犬。待って、君はワープしてきてくれ。閉じ込められちゃってるから。ですね。あ、閉じ込められちゃってるな。まあ、ちょっと危険な。バカバカ。やめろ。危ない。ダメだダメだダメだ。ちょ、お留守番しなさい。ここでちょ、危ないから。危ねえ、完全にめり込んでた。ごめんよ。よいしょ。これ気をつけてね、死なないように。早く線路もやりたいですね。線路も柱をね、下につけていく作業があるので大変なんですけど、早く完成させたいですね。さて、おお、すごい。よいしょ。こんな感じどうでしょう。写真一枚撮ろう。だいぶ良くなったね。なんかこの緑も若干綺麗に見えるね、上から見ると。いや、いいじゃない。素晴らしい。ここの空間ですね。ここをもうちょっと何か工夫したいですね。うん。で、この辺はこう区切りたいので。うん。いいぞ、いいぞ。街っぽい、街っぽい。楽しい。はい。それでは、帰りましょう。気をつけて。気をつけて。危ない。今回は、
ちょっとねツイッターの方でつぶやいていた方がいたので、それから勝手にね拾ってきちゃってるんですけど、今はほとんど動画を上げていらっしゃらない方なんですが、もともとはニコニコ動画かな、主にニコニコ動画で生放送か何かをされていた方、女性の方なんですけど、その方がねつぶやいてました。お子さんが、小さいお子さんがいるみたいなんですよね。でそのお子さんのことをつぶやいてたんですけど、この子はまだ、まあちょっとうる覚えなんですけど、この子はまだゼルダも FF も体験していないんだよな、羨ましすぎるって言ってたんですよ。で、あ、興味深いぞと、確かにそうだと。その子は生まれてね、まだゲームができる年齢ではないので、もう赤ん坊ですよ。なのでゲームができない年齢となるとですよ、これからいろんなゲームに触っていくわけですよね。って思うと相当ね幸せというか、まあ僕らも僕らでそういう時代でね生きてきた、まあ僕の世代は結構ね、なんだろう、恵まれている時代、まあどの世代も楽しいと思うんですけどね、ゲームがこう出始めた頃も非常に面白かっただろうし、今こう生まれた時にはまあスーパーファミコンだとか、まあファミコンかな、僕のタイミングだとファミコンとかね、こっちもね削ろうかと思います。ファミコンぐらいかな、まあゲームボーイとかで、今プレイステーション4とかね、そういうレベルまで来ていますと。でいろいろねたくさんのゲームに出会ってきてますよね。でこうやってゲーム実況なんかしちゃうぐらいになってしまいました。いやー、だその子がこれからどんな経験をね重ねていくのかっていうのは非常に面白い話ですよね。まだ何も遊んでいない、初めて出会えるってところで、ちょっとねいろいろ考えれる部分があるんじゃないかなと。まあ思い出補正なんて言葉もありますけど、昔やってこれ本当に面白かったって思えるゲームが皆様にも、まあ、ゲームが好きな方であればあるんじゃないかなと思います。でそんな話をできたらなとは思うんですけど、まあ一番ねパッと簡単に思いつくのは、僕ファイナルファンタジー9なんですよね。初めて RPG を遊んだタイトルがおそらく9だった。まあその前にスーパーファミコンで FF の4を触ってはいるんですけど、その時はなんか、なんだろうな、ゲームをするという感覚でしていなかった気がするんですよね。なんだろう、ふと家にあったみたいなノリでね、自分でやりたいと思って遊ぶっていうよりは家にあって、まあ親がねスーパーファミコンとか持っていたっていう状態の話ですよね。で、まあ、初めてプレイステーションというものを手にしたんですね。ちっちゃかったですよプレイステーションすごい丸っこくてね可愛くて、あのテレビついてるのもね持ってました。そう、あのハードの上にねテレビが乗っかってるんですよね。旅行先とかでね持っていくと、まあ、漏れなく怒られてましたけど、なんで旅行に来てんのにプレス持ってきてんだって怒られましたけど、いやー、あのハードもねなかなか面白かったね。まあそれは置いといて、初めてプレイステーション1を手にした時に FF9 というものに触りましたいいねこの邪魔してくる感じが可愛いよね、愛らしくなってくる。この辺で切るかな、もうちょっといくか。で今ですらやったら絶対楽しいんですけど、当時本当にね FF9 はね本当にニヤ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 しながら遊んだと思うんですよ。でまあなんだろうな、初めての RPG、 しっかりしたね長編の RPG だったので、
そのワクワク感、壮大感っていうのも相まって、非常に楽しい思いをしながら遊んで、で今でもなんだろう、ちょっとやりたくなってね、つけたりはするんですけど、でもちろん楽しいんですよ。あとはその FF9 特有のね、デザイン、キャラクターデザインっていうのも、いろんなゲームを経験してきた今だからこそ、あのゲームはいいなって言えるっていうパターンもあると思うんで、なんだろうな、一概にその思い出補正、思い出補正って言い方がね、僕は分かってないんですけど、あんまり思い出補正って言い方をすると、思い出があるから昔やったっていう思い出補正で面白く感じてるだけのパターンっていう使い方をよくされるんじゃないかなと思うんですけど、まあそのパターンでいくと、まあ、思い出補正とかではなく、純粋に面白いゲームだったと、僕の中でね、 FF9。 ただこの FF9 をまた真っさらなね、で記憶をなくすんですよ、遊んだ記憶をなくして、もう一度初めから遊ぶ、最初から遊ぶ、続きから遊ぶってね、もう一回遊んじゃうとね、どう頑張っても初めから遊べないんですよ、ゲームって。もう分かっちゃってるから、まあその思い出とかね、経験体験の意味合いではって話ですよ。ゲームとしては最初からやってますけど、やっぱり経験、一回経験してしまうと、もうそっから先は続きから、それからもう一度遊ぶっていう風になっちゃうんですよね、覚えてしまっていると。まあ FF の9曲もね、素晴らしくて、まあ9の話をするためにこの話題を振っているんではないんですけど、お、今面白いこと言ったんじゃないの9の話するわけじゃない、はい、拍手うざい、すいません。そう、皆さんにも聞きたいんですよね、このゲームは記憶をぶっ飛ばしてもう一度遊びたいっていうゲームあるんじゃないでしょうか。あとはなんだろうな、ゲームボーイカラーの夢見る島、これゼルダの伝説夢見る島っていうものがありましてね、これもね、なんかちょっとねシリアスで怖かったんですよね、僕の中では。まあゼルダってね、僕の幼少ってほどでもないんですけど、小学校中学校の頃に付き合ってきたゲームだと思うんですよ、僕の中ではね。でまあ出会うのが遅かったっていうのもあるんですけど、そのゲームにね、僕がプレイしたタイミングっていうのは確か中学生とかだった気が、小学生だった気がするんですけど、定かではないくらいの、あ、でも小学校の時にね、ムジラの仮面を友達にね借りて、拡張パックも借りた記憶があるんだよな。でその拡張パックまだうちにあるんだよなあれ、拡張パックないとできませんでしたね、ムジラって。できたかな、なんかドンキーコングも一緒に借りたんですよね。まあその話は置いといて、仮パクの話はねいいとして、でもあると思うんですよ、ゲーマーの皆さんはね、仮パクしちゃったもの、あと仮パクされてるもの、でもねそれってなんかパクってるって言い方ではなくて、気持ちではなくて、ずっと貸してるみたいなね感覚に近いんですけど、で僕も何本も仮パクされています。でもそれってなんかもう遊び終わって貸すよ貸しているので、あまり返してほしいっていう気にはならないですよね。よいしょ、いいね、話をしていると政治がはかどります。どうだろう、ちょ、危ないよ、かまってほしいのかい、かわいいね。いや、君に名前をつけたいよ、ネームプレートが余ってたかな、なんて名前にしてやろう。まあそんなことはさておき、なんだろう、他にあるかな、そう、いろいろ知っちゃったからゲームを選ぶ基準ができているってのもあるんですよね。たまによく言いますよね、腐
ソゲーだ、神ゲーだっていう言葉を耳にすると思います。僕も結構簡単にね、あんまり神ゲーだってね簡単に言っちゃいけないと思うんですけど、結構ポンポン使ってしまうんですよね。ちょっと面白いと神ゲーじゃねって思ってしまう。まあなんだろうな、これやばくねみたいな勢いで使ってるんですけどね。で、まあ、クソゲーって結局今までの僕らが遊んできたゲームの経験に基づいていると思うんですよね。なんだろう、どんなにクソゲーって言われているゲームでも最初にそれを体験した場合はおそらくね、あんまりクソゲーかどうかってわからないと思うんですよね。ロード時間が長いゲームとかってね、待たされるって感覚って昔はそんなになかったんじゃないかなって思うんですよね。まあ、待たされるゲームがそもそもそんなになかったのかもしれないんですけど、まあ FF9 はですね、よく戦闘に入るまでのロードがクソ長いという話がよくね上がるんですよね。よいしょ。まあ戦闘、あれはねランダムエンカウントなんですけど、ランダムエンカウントって言い方でいいんだっけ、フィールド上をね歩いてると突如ポンとシンボルも見えない状態で、もう昔ながらのですね。でその敵にぶつかるとこう画面がねパリンって割れてデン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 って始まるんですけど、それまでの時間が長いと。でも当時僕が FF をやっていた頃は全然長いとは思わなくて、よしエンカウントしたぞって、どうしようって、とりあえずビビで、ね、スタイナーで魔法剣させようみたいなね楽しかったな。魔法剣の組み合わせ全然使わなかったけど楽しかったな。 FF9 はね、誰だったかな、主人公とねジタンですね、ジタンと誰だったかな、まあ、ダガーっていうね女の子がいるんですけど、ダガーって言ってよかったのかな、まあヒロイン的な女の子がねいるんですよ。でその子と、まあ、何の種族かっていうのは言わないでおきますね。もうねぜひ遊んでほしいんですよね、あれ普通にプレイステーション1で遊ぼうとすると4枚組なんですけどね。よいしょ。ダガーと、ダガーはね可愛くて入れてたんですよね普通に。で、あとは誰だったかな、まあ A子っていうちっちゃい、なんだろうな、ララフェルじゃないけど FF のね、 FF14 とかだとララフェルみたいなちっちゃいキャラクターがねいたりするんですけど、その子入れてたかな。どんなメンツで戦ってたかな。まあ、クイナは入れてなかったんだよなって、もう分かんないよね。やってない人からしたら、はって感じなんですけど。あ、ここにベッド置いてあるし。失敗した。この前より植えてる？これって、作物育ったら、彼、勝手に収穫しないのかな？いや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 、ちょっと盛り上がっちゃったな。FF9 ね、ほんと楽しいんですよっていう話になっちゃったね。そう、でも思い出補正なしにね、なんか忘れて遊べたら楽しいんだろうなってたまに思います。あとはその、まあ、これはまた別ですけどね、今話した。クソゲーって自分の中で、ね、こう決めるっていうのは、今まで自分が遊んできたゲームの中で、自分が面白いと感じたもので、それの逆がつまらないというふうに頭がね認識して、なんだろうな、クソゲーという、まあクソゲーって言い方するのもちょっと漠然としすぎてるんですけど、クソゲーになるんじゃないかなと思うんですよね。まあでもね、これはまとめブログとかゲームのまとめサイトとかで構築されてしまうちょっと悪い面もあると思うんですよ。いや、そこがね、いや、ずいぶん前に話したけどね、これ。
何やってないのに批判するなタイプなんですよ僕は。このゲームってあれなんだろうってつまんないでしょとか、まあロード長いんでしょとか、フレームレート落ち込むんでしょみたいな、まあそれは前情報として入れておいてもいいけど、それでクソゲーになるかどうかを遊んでみないと、そのロードが実は気にならない場所でのロードなのかもしれないし、なんだろうね、ちょっと触ってみないとわからない位置にあるロードなのかもしれないじゃないですか。そうなった時にあんまりこうそのゲームに対して、まあクソゲーって言い方をするのは良くないんじゃないかなっていう話ね。まあそれはいいとして、一本でいいかな。ちょっと上がっちゃうもんね。この子のお家も作ってあげたくなってきたな。はるばる向こうからね歩いてきたんだもんね、一緒に。このどっかポーンって行っちゃう感じいいよね。ずっと見てるとどんな動きをするんだろう。いや可愛いね。もう20分なんだ。ごめんね。ごめんね、ワンちゃん。君の名前は今度決めるよ。はい、それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。皆さんはこのゲームは記憶をぶっ飛ばしてもう一度新鮮な気持ちで新しい気持ちでね、遊びたい、そんなゲームありますでしょうか。もしよかったらお聞かせください。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。